皆さんこんにちは、立教大学の杉浦です。いつも栄養とともに運動することがとても大切だというお話もしているんですけれども、どのぐらいの運動をしたらいいのかっていうことなかなかわからないと思うんです。週5回やった方がいいか、週3回の方がいいのか、回数とか頻度もどのぐらいがいいかっていうことで悩んでいる方も多いのではないかと思います。実は厚生労働省から運動とか活動のガイドが出されました。そこで今日は健康づくりのための身体活動運動ガイド2023、これについて解説したいと思います。運動や栄養についてしっかり理解することは健康づくりやダイエットにとても大切なことです。ぜひこちらの動画を参考にしてしっかりとした知識を身につけていきましょう。運動のガイド出ました、10年ぶりにって書いたんですが、運動っていうとスポーツのように体を動かすことなんですけども、普段我々は歩いたり荷物を運んだりとかやってるわけですけど、そういうのを身体活動というふうに言います。身体活動と運動両方についてですね、どのぐらいすればいいのかっていうガイドが出されたということであります。2013年に出て、その前は2006年に初めて出たんですけど、あまり知られてないかもしれません。エクササイズガイドっていう名前からアクティブガイドっていうふうに変わってですね、今度は健康づくりのための身体活動運動ガイド2023ということで、ここに概要をちょっと出したんですけど、令和6年今年の1月19日付、厚生労働省健康生活衛生局健康課長事務連絡という名前で出されています。ベースになったのは何かっていうとですね、健康日本21というような国民健康運動、これがずっと21世紀になって行われてきて、しかしなかなか成果が上がらないと、今度第3次健康日本21をやっていこうって言った時に、現状と目標を決めていこうよっていうことで、令和元年2019年、成人男女と高齢者の男女がどのぐらいの歩数を歩いているか、あるいはまた運動をどのぐらい習慣的にやってるかっていうのを調べたんですけど、歩数でいくと成人男性が7864歩、女性が6685歩、高齢者の男性が5396歩、女性が4656歩ということになりました。一般にですね、歩数っていうのは1日1万歩歩けみたいなことがもともとは言われて、すごくたくさん歩くことによって心臓病のリスクを減らしていこう、アメリカあたりから日本にそういう話が来て頑張ったんですけど、なかなかそのレベルに到達しないので、8000歩ぐらいで行こうなんていう風になったり、市区町村ではもう少しレベルを落としてですね、今よりも1000歩歩こうとか、そんな風にしてやってきたんですけど、この数字が出たものですから、2032年ですね、これを目標として1日8000歩成人は歩いてもらいたい、高齢者は6000歩ということで 10% ちょっとですかね、そのぐらいアップするように持っていこうっていうのが今回の目標になっています。目標を立てるときにメッツという概念が出てくるので、お話をしておきますけれども、メタボリックエキバレンツとかエキバレントというようなですね、 M と E と T を取って MET でメッツというふうに呼ばれます。慢性時代謝って言いまして、椅子に座ってじっとしているときに呼吸をします。どのぐらいエネルギーを使うかっていう、エネルギー消費量を測るわけです。酸素1リットルが5キロカロリーぐらいになるから、どのぐらいのエネルギー消費量かっていうのを出してですね、それを1メッツとします。各活動各運動が1メッツの何倍に相当するかっていうことで決めていくわけです。普通歩行分速67メートルで歩いてもらって、その時の酸素消費量を調べると、だいたい安静時で座っている時の3倍だっていうことで3メッツ、のんびりとゆっくり水泳をする、そうすると安静時の6倍ですね、6メッツぐらいの消費があるっていうことです。運動とか活動がですね、だんだんきつくなってくるとメッツの数も増えていくわけですね。引っ越しの業者の人とか宅配便の人とかが重いものを持って動いているとかですね、相当きついメッツになるわけです。そういう仕事をしている人っていうのはかなり運動量が高いっていうことになりますし、プロのスポーツ選手なんていうのも運動量が高い。さらにですね、メッツに時間をかけたメッツ時っていう、2006年の頃はメッツ時をエクササイズとか呼んで、1メッツ時を1エクササイズなんて言ってたんですけど、あんまり使われないのでなくしちゃったんですね。メッツ時っていう言葉だけ残って今回も使われています。何メッツの活動を何時間やったかっていうことなんですね。普通歩行3メッツですから、3メッツを1時間やったっていうと、3メッツかける1時間で3メッツ時ということになります。3メッツ時の活動した。それから運動はどうですかっていうと、のんびり水泳を30分やりました。時間で見ると 0.5 時間
ですね。6メッツかける 0.5 時間で同じく3メッツ時ということになります。どういう活動あるいはどういう運動をどのぐらいの時間やったかっていうことで積算していくわけですね。1週間にどのぐらいのメッツ時の運動をした活動をしたっていうのを見ていくっていうこの考えをですね利用しています。家事をやるですね、食器を洗うとか拭いてるとか細かくだいたい何メッツっていうのが出ています。それからメッツの考えをもとにですね目標を達成するためにどのぐらい動いてもらおうかっていうことが成人高齢者それから共通のことでお願いしたいことっていうことで厚労省から発表されています。成人に関しては一つはですね3メッツ以上の身体活動ちょっと家事をするとかじゃなくてちゃんと歩くそういう身体活動を週23メッツ時1日60分以上の身体活動をするなんていうと3メッツ時で7日間やったら21メッツ時ですからそれもうちょっとあと2メッツ時増やさなきゃいけないよってことになるんですけどエネルギーを使うような生活活動をしよう。ただこの言葉が馴染まないので分かりやすくっていうことで1日60分以上の身体活動をしましょうねあるいは1日歩数計で8000歩以上歩きましょうねっていうことを分かりやすく言っているっていうことです。さらにですね運動の方もしようよっていうことで週4メッツ時以上の運動をしましょう筋トレを週 2,3 回含めてもいいですよっていうことである程度きつい運動を例えば水泳やってもいいしジョギングでもいいし筋トレでもいいんですけれどもそういう運動だと3メッツよりも高くなりますから週に4メッツ時行くぐらいのものもやっていきましょう。ですからよく動きちょっと自分で運動もちゃんとやるっていうこれを成人に求めますというのが今回のガイドなんですね。高齢者はどうかっていうことなんですけど1、3メッツ以上の身体活動を週15メッツ時以上ということでこの23よりも8メッツ時少ないですね。年を取っているので不安な人もいると思うのでまずウォーキングをしたりとかしましょうねっていうことで1日40分以上の身体活動を毎日やりましょう。それから1日6000歩以上っていうのも一つの目安として目標の数値を歩きましょう。このぐらいのことをやっていくと15メッツ時になるでしょう。2番として多要素な運動ですね。週3日以上やりましょうということで多要素な運動は何かっていうことなんですけどもここに書いてあるんですがもちろん筋トレも入りますしそれから有酸素運動とか柔軟運動とかですねラジオ体操のようなものも入ってきます。こういうものを週3日以上はやってですねしっかりと体を動かすこともやっていきましょうということになっています。しかしながらですね筋トレをあんまりやるとかえって体に良くないなんていうそういうデータも高齢者を対象に出始めているので週40分以上はやった方がいいんですけども120分130分あたりを超えてくるとリスクが上がってくるというような報告もあるので例えば40分を3日ぐらいとかですね60分を2日とかいう感じで筋トレはトータルで週に120分ぐらいに抑えておいてもいいかもしれません。ボディビルをずっとやってるっていう方は別ですけれども普通の高齢者の方はですね自重でもいいのでスクワットをその場でやるとかですねあまりやりすぎず楽にできるような運動ちょっと息が上がるような運動そのぐらいのものを心がけてやっていくっていうことが大事ということでそれをいかに生活習慣の中に入れていくかこれが大事なポイントです。それと成人と高齢者に共通なんですけれども座りっぱなしにならないようにしようってずっと座っているっていうことがいかに健康に悪いかそれが分かってきてできれば仕事の合間にですね定期的に休憩を入れて立ち上がったり歩いたりブレイクを入れるっていうこれが非常に大事だということになっています。小学校とか学校に行ってると1時間目終わって2時間目の間休み時間ということでちょっと外へ出てみんなと遊んだりとかですねそういうことをしていたわけですね。しかし仕事をしている人っていうのはずっとパソコンの前で座って仕事をしていたり会議をしていたりそういうこと多くなるわけであります。それがやっぱり良くないっていうことが分かってきましたので例えば立ち机みたいに立った状態で仕事ができるとかですねちょっと高いテーブルを用意して立ったままで会議をするとかですねそれからアプリで時間が来ると立ちましょうみたいなそういう設定をしておいてずっと座っているっていうことを防ぐそういうようなものもできているわけです。ですからこの辺もぜひ気をつけてですね動き回ったりするっていうことが大事だということです。じっとしているっていうのがコロナが流行ったりとか震災の後とかですね避難所とかそういうところでみんなじっとしているそれから感染も怖いのであんまり動き回らないそういう時期をずっと過ごしてきましたのでちょっと活動的に行こうということでガイドをしっかりと今出すことに意味があるんだっていうことになっていますのでぜひ皆さん気をつけていただいてその上で健康づくりのための食事をうまく応用していくと健康づくりにとって
って、いい結果が得られると思いますので、ぜひ厚労省のホームページとか見ていただいて、リスクとかいろんなことが書いてありますので、学んでいただけるといいかと思います。ということで、今日は厚生労働省から新しく出されました健康づくりのための身体活動、運動のガイド、これについて解説をしました。この動画が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録や高評価をお願いいたします。ご質問がある方はコメント欄にお願いいたします。ご視聴誠にありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。